は、今日は、私が、9月の頭に7年間分書かせてもらったエッセイを1冊の本にさせてもらって、出版させてもらったんですけど、その中にある、メニューなんですけど、トウモロコシご飯を、作りたいと思います。でこれはもう本当に我が家では定番で、夏になるとトウモロコシを知り合いの北海道の方とか、あの岐阜の方からトウモロコシを送ってもらっていただいたりしたんですけど、ゆでトウモロコシ以外に必ず作るのが、トウモロコシご飯です。でその時にいつもまあ炊飯器で炊いたりもするんですけど、今日はちょっとあの土鍋を使って土鍋のご飯でやりたいと思ってます。これがそれでエッセイでもあの紹介させてもらったんですけど、伊賀焼の窯元のこれドラクガマの福森美智子さんの作品なんですね。でこれまたあのエッセイでよく出てくるあのヘアメイク の, あのサダちゃんにプレゼントでいただいた土鍋なんですけど、まあ、今日はご飯で使うんですけど、あのですね、お肉を焼くと非常になんか柔らかく、またちょっと鉄板焼きとかで焼くのとはまた違うような風味になって美味しかったりとか、まあ、もちろんあとお鍋も使えますし、本当にいろんなものに結構多岐にわたって使える土鍋なんですね。お米が2合で、これはあの土鍋にする場合はあのお水をどんぐらいだろう、40分ぐらい、私は20分、40分、まあ、大体ですけど、ちょっと水につけときます。でまあ、本当は2合の場合は私が大体トウモロコシ1個か1個半ぐらいにするんですけど、米2合にちょっとトウモロコシ2個はちょっとトウモロコシが多いかも。だからあれですね、お米3合にトウモロコシ2だといいかもね。でもここら辺はもうお好みなんで、半分ぐらいに切って、研いでいきます、うん、うわ、粒が、汁が飛んできた。炊飯器の場合も全くあの一緒のやり方で大丈夫です。本当に皆さん手を切らないように気をつけてください。では土鍋にまずお米を入れます。そして今度はちょっと表面を拭いて、あの汚れを取って敷きます。そして、先ほど削いだ芯を一緒に入れます。先にお酒とみりんだけ、ここでしょ、大体です。塩を入れます。私は今2つまみくらい。でこれをもうあの火にかけて、トウモロコシ入れます。大変、トウモロコシを入れます。これに、はい、好みですけど1本でもいいし、まあ、もったいないんで私は2本入れちゃいますけど、多分ちょっとトウモロコシが多くなると思います。芯からトウモロコシの出汁が出るんで、入れるのももったいないし、入れてください。土鍋でやっていきます。最初中火ぐらいで、中のものがちょっと沸騰し始めたら、この穴からあの泡がブクブク出てくるんで、そしたら、火を弱火にして15分、待ち5分、
沸騰してきたんで今この泡がここから出たりとか湯気が出てきたんで、これをもう弱火にしてここから15分、していきます。ちょっとお鍋の場所を変えますね。大きいからどっちも大変だね。これこうで15分、15分弱火でコトコトで火を止めて15分間、蒸しました。で今15分経ったんで開けますね。ほら、芯と昆布を出します。はい、まあ、最初にちょっと混ぜますね。いい感じ、ちょっと焦げもできて感じかも。でちょっとまあ一混ぜしたら、バターを加えますね。バターも本当好みなんですけど、あっさりがいい方は、まあ、1個でもいいし1個ぐらいかな。でこれになんか私はだいたい醤油にしてしまうんですが、あのおかずとの組み合わせで味付けをまあ塩味にするか醤油を混ぜるか、私はちょっと醤油入れますね。お、漏れてる漏れてる、大変。まあ一回しぐらい、はい。またバターもしっかり溶かして、お醤油もまんべんなく混ざったら完成です。はい、完成です。トウモロコシご飯です。いただきます。もう私でもこれもう毎夏に何回食べてるのかってぐらいなんで、だいたい多めに作って冷凍庫に入れて、うん、小腹が空いた時とか子供のお弁当とかによく使います。今年はもうトウモロコシもちょっとなかなかスーパーに出回ってないと思うんで、来年ぜひ皆さん挑戦してみてください。